こんにちは。北陸オンラインビジネススクールの、福田です。ですね、今定期的に授業説明会っていうのをやってるんですね。うちのスクールでどういったことを教えてるのかで、どうやってインターネットを活用して、お金を稼ぐのかということを定期的に授業説明会っていうふうに開いてやってるんですけども、今本当にこのビデオを見てるだけでもすごくついてるし、本当に今は日本の国って環境、もうインターネットの環境っていうのがものすごく整ってますよね。もう本当に小さな、小学生以下の子たちでもこのスマホの操作がね、すごくシュッ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 動いたりとか、もう本当に昔では考えられないような、環境になってきてますよね。で、これからどんどん加速していくと思います。インターネットもう終わりだろうとかっていろいろなことを言う人いるんですけど、そんなことないですよね。僕ら世代今50歳なんですけど、これがもうあと10年すると本当にね、今も見た目50っていうと昔の時代もおじいちゃんでしたよね。50歳っていうと、でもあと10年すると赤いちゃんちゃんこなんか来て本当におじいちゃんの仲間入りしていくんでしょうけど、そんな僕たちでも今もうパソコンガンガンできる。だからパソコンとか使えるおじいちゃんが、スーパーじいちゃんじゃないけど、だんだん誕生してきて、下からはもう本当にもう幼稚園児ぐらいからもうスマホとかシュッ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 使う、時代になってくるから、ほとんども何ですか、現金っていうものがなくなってスマホで決済されるようになるのはもう目に見えてますよね。でそれでこのインターネットの発達によって自動で運転する車とか、あと人工知能を持ったロボットとかっていうのが世の中に普及してくるんじゃないかなと思います。その中で、私たちがいかに生き残っていくかですよね。僕なんかでも平均寿命するとあと30数年生きるとなると、はたまこれすごいお金がかかっちゃう。でましてや今日本の国ね、消費税が上がってきたりとか、年金なんかがね、今65って言ってるけど、僕らがあと65って言ったらあと15年なんですけど、15年経った時はもうおそらく70歳くらいから当たるんじゃないかっていうと、あまりそんな国も頼る当てにはできないし、あと社会ですよね。社会だって本当にそのスマホとかコンピューターの発達によって僕たちができる仕事って限られていくんじゃないかな。ロボットにとって変わられたりとかすると本当にろくな仕事がないんじゃないかなと。本当にただ食べてるだけで、豊かになる人はどんどん豊かになっていくっていうような、本当に格差社会っていうのが本当に見えてきてるような気がします。その中で、うちの北陸オンラインビジネススクールっていうのはその時代に応じて生き残っていきたいなっていうこともあるし、インターネットを使ってですね、豊かにもなっていきたい、お金を稼ぐっていうことをですね、したいし、あと